皆様、大変お待たせいたしました。それではデータトークシミュラーウェブ・ウェビナーシリーズ、本日も6月1日に引き続き、メディアパブリッシャー業界編としまして、COVID-19 前後で出版業界のトレンドに変化はあったのかを開始いたします。公、えっと、演中の質問については、Zoom の Q&A 機能でお受けし、公演後に回答をさせていただきます。 それでは本日のプレゼンターをご紹介させていただきますシミラーウェブのパートナー企業株式会社ギャプライズのセールスマネージャー愛子拓実さんです愛子さんそれではよろしくお願いいたします皆様こんにちはえっ、ー、と本日プレゼンターを担当させていただきます株式会社ギャップライズセールスグループのグループマネージャーををしております愛子拓実と申します本日はよろしくお願いいたします まず簡単にです、ね、あの弊社の紹介からさせていただければと思います。改めまして、弊社株式会社キャプライズという会社になりまして、あのやっている事業としましてはさまざまな事業を行ってはいるんですけれども、主にこの1番目のです、ね、海外の最先端のテクノロジーの販売およびサポートという業務を行っております。で今回そのシミュラーウェブさん シミュラーウェブというサービスもです、ね、私たちの方で日本,社日本の代理店という形であの日本の企業様にご提供させていただいているというような立場になっております。で、本日のアジェンダなんですけれども、まあ、前回に関しましては、えーとまあ、電子書籍というサイトを、えー、との25サイトの業界分析という形で、まあ、業界全体を見た中で、まあ、どのような あの動きがあったのか、トレンドはどういうものなのかというものをご紹介をさせていただいたんですけども、今回はです、ね、より、えー、サイトをです、ね、トップ5という形で、特に、えー、と電子組織のコミックスというジャンルの中で、えー、トップ5のサイトを集めて、えー、比較をさせていただければと思います。で、最後に、まあ、まとめという形で、えーまあ、実際、どういう視点で、どのううようなものを見ていた方がいいのかというのも含めて、えー、ご紹介をさせていただければと思います。 では早速スタートをさせていただきます。ではまず初めに電子書籍、コミックスのトップ5サイトの比較をさせていただければと思います。で今回、えー、とピックアップをさせていただきましたのが、まあ、最近もテレビだったりとか CM、あとはまあ広告などでよくあの目にするようなこの5つのサイトの分析をさせていただければと思います。でまず初めになんですけども、えー、ト,ップ5トップシェア5 5社ののの比較ででセッション数とととデバイス別での分析のところからご紹介をさせていいただければと思いますでまず左側に関しましては、セッション数を表している表にはなるんですけども、あのまあ、この5つのサイトで、えっと、こちら、期間としましては、えっと、2020年の5月から今年の4月という1年間の累計を見ていただくと、まあ、5つのサイトでそれぞれどれだけのセッション数があったのかというところを見ていただけます。 でこれだけ見ていただくと、M というものがミリオンで、えー、と B というものがビリオンという形で、シーモア様がこの5つのサイト様で比べると,、えー、と圧倒的なシェアを起こっているということが分かりますで。次にこの右側、デバイス別ですね。デバイス別で見ていただくと、まあ、デスクトップ、モバイルウェブ、それぞれどっちからのどれだけの流入があるのかっていうものを見ていただける。 で全体的にやはりですねあの、まあ、こういった形でモバイルの流入の方が圧倒的に多いということが分かりましての前回のセッションでもあのお話をさせていただいたんですが、まあ、あの電子書籍、PC というよりかはどちらかというとスマートフォンもしくはそういったあのタブレット端末での流入あので、えー、とご覧になられてあの閲覧される方が非常に多いので、まあ、そういう意味でもこういったモバイルというところの流入が圧倒的に増えているということころが分かります。 で次にです、ね、先ほどは年間を通しての合計のセッションであっと,、えー、とデバイス別というところにフォーカスをさせていただいたんですが、次にご紹介をするのは、このエンゲージメントという、まあ、月ごとでの項目になります。これは何なのかというと、えー、こちらは年間を通してなく月間別でのそれぞれの項目別で、この5つのサイトを比べたときに、優れている数字に関しまして、こういった形で王冠マークがついているというような形になります。 見方としましては、上半分がどちらかというとセッションのにまつわる項目、下半分はどちらかというとユーザーニーズにまつわる項目になっております。こちらを見ていただくと分かるのですが、ああ例えば自社、もしくは他社を比べた中で、どこの分野で他社さんに負けてしまっているのか、もしくは勝っているのかというところをより細かく他社さんとの比較ができるという形でございます。 で逆に、えー、まあ例えばですけども、シーモン様で例を挙げさせていただくと、シ、ま、ー、あ、モン様は、他社さんに比べると、こういったセッション数だったりとかっていうところのニーズっていうのは、非常にあのキャッチをしていることが分かるんですけども、逆に、こういった滞在時間だったりとかっていうところに若干、遅れを取ってしまっている、じゃあ、そのうまくいってる、こういったメチャーコミック様のサイトを見ていただければ、まあ、どういった工夫をしているのかだったりとかっていうところの目線でえと分析をしていただけるというような形になります。 なので、まあ、実際に、えーとまあ、セッションという分野だけではなくてさまざ、あ、まなジャンルでどこに、えー、どの課題があるのかというところを抽出するためにこちらの表をご活用いただければなと思います。では次にです、ねえー、と先ほどセッションを見ると、まあ、そのセッション数を見るとシーモアさんが圧倒的ではあったんですけどもこちらの表がです、ね、月間のユニーク訪問者数を表しております。 でユニークセッション数を見ると、こちらが、えー、と青い部分がシーモア様で、この赤い部分がブックライブ様なんですけども、あの一時的にはまあかなり、えー、と差はあったんですが、まあ、徐々に徐々にです、ね、ブックライブ様も、えー、と今との1月から4月にかけて、シーモア様とそのユニークセッション、ユニーク数っていうところですと、あのシェアっていうところを伸ばしてきて、えーとまあ、徐々にシーモア様に近づいているような形ということが分かります。 ではここからじゃ何が分かるのか、これはあくまで1つの仮説にはなるんですけども、こちらが新規ユーザーとリピーターという表になりまして、今回表示させていただいているのはこの新規ユーザー、ニューユーザーだけのものに抽象させていただいているんですけども、ここにも記載がある通り、1つの仮説としてユニークユーザーの増加をしている、イコールその新規ユーザーの獲得につながっているのではないかということも推測でできます。 でこちらの表を見ていただくと、まあ、先ほど同様に青いマークというものが、青いグラフというものがシンモア様、で赤いところが、えー、ブックライブ様なんですが、まあ、一時的にです、ね、ブックライブ様があのシンモア様を上回っていたりとか、今最終的にはです、ね、ほぼほぼ変わらないようなぐらい、えー、と新規ユーザーの獲得数というところが伸びているというものになります。で今回、こちらご紹介しているのは、新規ユーザーのみで、えー、出させていただいているんですけれども、こちらはもちろんあのリピーターという表も映しさすこともできます。 なのでそれぞれの月で、えーとまあ、出した施策を振り返っていただく際に、まあ、そういった新規ユーザー向け、もしくはリピーター向けの施策、それぞれやっていただいていると思うんですけれども、まあ、それぞれの施策でどれだけの、えー、とインパクトがあったのか、もしくはそのうまくいったインパクトをまた振り返って、じゃあ来,来年以降、あのこのシーズンにこういった施策をやっていこうというような一つの,あの仮説として、まあ、ご活用いただけるグラフになっております。 では次にですね、えー、とこちらはです、ね、じゃあどこから流入している傾向にあるのかという流入チャンネルを見ていただける表になっております。で今回は、えー、とデスクトップ、モバイルウェブ両方合わせて見ていただくこともできますし、まあえー、とデスクトップ、モバイルウェブ別々で見ていただくこともできるんですが、まあ、モバイルウェブからの流入が圧倒的に多かったため、今回はモバイルからの,でのご紹介をさせていただけると思います。そうするとですね、まあ、流入チャンネル別でこういった形でシェアでモニタリング シェアリーズをモニタリングできるんですが、まあ、今回はその中でも、ここのかなりです、ね、グラフがえと伸びている検索、いわゆるです、ねあのー、キーワード検索からの流入というところにフォーカスをさせていただければと思います。で、まあ、ここはですね、まあ、緑の部分が C も浅く様っ一番ここでもやはりシェアを取っているということがわかります。で、そうしますと、えー、とキーワード、昨年対比で、まずここで、えー。 グラフあの表示をさせていただいているんですけれども、こちらは2020年4月と2021年4月の、えー、モバイルウェブで見ていただくた際に、まあ、どのような変化があったのかというところを見ていただくとです、ね、2020年4月に関しましては、どちらかというと漫画無料、無料漫画というような形で、と,りあとにかくその漫画無料というキーワード、この2つのビッグキーワードでよく検索されている傾向があり、まあ、そのトラフィックシェア競合状況というところを見ていただくと、そこで、えー、かなり 皆様競争して,るしていたとということが分かりますただ、今年の2021年4月を見ていただくと、まあ、この四角い部分ですね、まあ、やはりトップ3に関しましては、まあ、ビッグワードの無料は無料漫画無料あの漫画無料というキーワードが多かったんですけれども、どちらかというと、こういった作品名で検索される傾向に非常に、えー、最近ではユーザーが多くなってきているということが分かります。なので、この1年間でこれだけのトレンドが あのやはりですねいろ各企業様、いろんな CM だったりとか広告だったりとか打っている中でもうブランド名だったりとかっていうものはしっかり認知をいただいているじゃあ次は、やはりそのユーザーが見るのはこういった作品名から検索をされるんだなというようなトレンドだったりとかっていうものもあのシミュラーウェブ上ですと昨年または今年っていうところでリアルタイムでモニタリングができるといったところがございます。 で最後になんですけども、えー、今回です、ね、じゃあトップシェアを取っていたシーモア様にちょっとフォーカスをさせていただくんですけども、シーモア様がじゃあどういったキーワードで、えー、よく検索されている傾向にあるのかというところをお出しさせていただきます。そうするとです、ね、この青い9、えー、と一番上の90.3% 90. の青いマークとか、この3つ目の100%というこの青色というものがシーモア様の表示になるんですけども、 あのやはりですね、岸本様のシェア率を見ていただくと、まあ、ビッグワード、こういった漫画無料というキーワード、と、ブランド名、コミックシーモア、と、作品名、えー、と最後の鬼滅の刃ですね、というように、一通りの、えー、とビッグキーワード、ニーズが高いキーワードっていうのをしっかりまんべんなく取れているということが分かります。まあ、そこに対して、じゃあ、本様が普段どういう対策をしているのかで、優先度としてはどういうキーワードから、えー、と徐々にシェアを取っているのか。 というところの視点で、またそのシンモア様の分析をしていただくということもえとシミュラーウェブ上では可能です。まあ、今回あくまでもシンモア様がトップを取っていたために、私の方ではシンモア様に注目をさせていただいたんですけれども、まあ、各業界によってはまたトップシェアを取っている企業様がまた変わってくると思いますので、そトップシェアの企業様のえと状況を把握をしていただき、まあ、えと自社と,えとの状況というところも確認ができるという形でございます。で、もう一つですね、えー、とこちらはデスクトップの データになるんですけども、こちらもそのシーモア様が実際出されているディスティングがどういうものなのかを見ていただくと、まあ、やはりシーモで様はです、ね、こちらに関して言うと、まあ、自社のブランディングネームを出してはいるんですけども、どちらかというと、そういったビッグキーワード、無料漫画とかっていうような、無料と漫画のキーワードっていうところをよく、えー、とディスティング、広告のキーワードとして抽出されあの選定されているということが分かります。 こちらの機能は、まあ、その今1年間のデータでお出ししているんですけども、年間を通して、どれだけのリスティング広告を出していて、どういうものを出しているのか、どういうページをランニングしていて、どういう企業で購入していて、平均順位としてはどの立ち位置にいるのかというものを一通り見ていただけるというような形でございます。はい、それではです、ね、えー、とここで一旦まとめをさせていただければと思います。 で今回、えー、まとめとしましては、えー、とピックアップさせていただいたのはこの大きく 3, 3点になります。まず1点目、全体像の把握。まあ、今回、ですね5、えー、サイトをさまざ、あ、まな項目で比較をさせていただいたんですけども、まあ、その中でその自社と他社を比べた中で実際の課題っていうのはどの分野なのかっていうものをしっかりと項目別で、えー、と可視化ができるというところになります。 なので、えーと、表面的な部分だけではなくて、しっかりと,、えー、と中身でどこの細かい分野で、えー、他社さんとの比較をしていただくことによって、よりです、ね、自社のマーケティング、もしくはその、まあ、代理店ものお客さんもいらっしゃると思うんですけど代理店としてあのお客様のニーズというところ、あの課題というところをしっかりと抽出ができるといったところにございます。で2つ目が長期的に状況可視化できる。 っていうものがシミュラーウェブですと、現状ですと、最大3年間までのデータというものをお取りすることができるので、ただ昨年対比だけをするのではなくて、3年間、今回そのコロナというまあ大きなえ影響があったと思うんですけども、コロナ前だったり、コロナ中、今現状、緊急事態宣言中というような形で、さまざまなセグメントを分けていただいて、長期的にまあ状況を確認することによって、市場がどのような変化になっているのか、どういう傾向にあるのか。 といいうところも長期的にご確認いただけますで3つ目、えー、競合の施策の可視化。これはです、ね、もう最後にお伝えしたそのキーワードだったりとか有料広告。で今回、ちょっとご紹介できなかったんですけども、ディスプレイ広告など。 まあ幅広いですねあの広告周りの部分、もしくはその他社さんのえと打っている施策っていうところをシミュラーウェブ上だとえーモニタリングができるので、そういったものでうまくいっているものっていうものを自社の施策に取り入れるということもあの検討いただいて、のその上でえと中長期的なあの施策を、より精度の高い施策っていうところを立ち上げられるのではないかと思っております。というのが一旦本日のまとめになっております。 以上がですね、あの本日、えー、ご紹介をさせていただいた、えー、と内容になります。では、ここからですね、えーとまあ、弊社の私がです、ね、営業担当という形なんですけれども、えー、とこのあ、えー、とシミラベルをご,、えー、とご導入いただいた後にサポートをよあの主に担当させていただいています、えーと、田畑もここからご参加させていただきまして、まあ、あの基本的な Q&A のセッションに。 移らさせていただ、ければと思いまますのででここまで何かご質問、ご不明点とあれば、ですねぜひ、えー、Q&A の欄からいただけますと幸いです。いかがでしょうか、皆様、ご遠慮なく、何かご質問等ございましたら、いただければと思います。 では、えっと、20分まで、えー、ご質問の方をお待ちしておりますので、もし何かご質問があれば、あのどしどしご連絡をおっしゃっていただければと思います。 もう1件、えっと、今後のです、ね、講演内容の向上のためにです、ね、ちょっとアンケートもご協力をお願,いさせてお願いできればと思いますので、こちらのアンケートもです、ねえっと、ご退出の際にです、ね、あのアンケートをいただければと思いますので、こちらも同時によろしくお願いいたします。 それでは、えー、と20分になりましたので、一旦えっ、ー、とご質問、もし追加でございましたら、ですね、あのまた、えー、Q&A からご質問いただければと思いますので、一旦本日のセッションは以上になります。では、まあ、こちら、アンケートをお答えいただいた方からですね、あのごしていただければと思いますので、あの本日は貴重なお時間をいただきまして、誠にありがとうございました。では、引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございました。